ービスタイムじゃん。26日日曜日、場所はトヨタスタジアム京都サンガとのホームゲームになります。イエーイ。はい、ということで今日は天気は若干の曇りになります。今日は何か楽しみなことありますか？パトリックフルス対戦もう最近パトリックのフルス対戦ばっかり続くね、うん、あの去年京都サンガの試合見に行った時は、まあ、見事にパトリックにやられましたけど、あの時ねパトリックの写真の前で調子ぶっこいた写真撮っちゃってね、うん、まあ、まさか名古屋に来てくれるとは、まあ、そう、まさか名古屋に来てくれると思ってなかった、ね、思いもよらなかったけどそう絶対に負けられない試合となりますので。そうなんですよ、あの京都サンガ、ね、今ちょっと最下位で調子悪そうなんですけれど、ホームで勝ててないんでっていうのをよく聞くんですけど、逆に京都サンガが積み上げてる勝ち点って逆に言うと全部アウェーで稼いでるってことを考えると、意外と今日ねなんか簡単な試合にならないかもしれないので、はい、じゃあいつものようにぐるっと周りに行きましょう。はい、はい、レッツゴー、ゴー。なかなかないでまたがれるの。持っていい、いいじゃろ。はい、ありがとうグランプ、ありがとう。めっちゃサービスタイムじゃん。イエーイ。こっちお願いします。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、バイバイ。はい、なんかトヨタ警察の広報誌に乗るかもしれんまで言われちゃったね。で、乗るかもしれません。まあでももしかしたら社内の資料かもって言ってたからね。今のところ被ってないからね。あ、そうね、え、うん、あれお父さんの奇跡なのかな、どうなのかな。種類が多いんかもしれない。ほら、今俺が言ったことでフラッグが立ったかもしれない。あ、違うよ、被るんじゃないか、フラッグがちょっと立っちゃったかもしれない、ね、違うの出ろ。あ、フラッグ立てられたわ。被ったわ。被った、初めての被り。あら、残念。1回目。はい、これで夫婦揃って8回目達成。イエーイ。アクリルシール欲しい。アクリルシールが欲しい？うん。センスだ。うん。これが欲しい。この浮き輪が欲しい。浮き輪欲しい。センス欲しい。ちょっと欲しい。買っちゃうか、すごい。祈った試合、結果が振るってないけどね。そうよ、そう、今こそ、まっすぐ行ったところに帰ったんで、スタジアムグルメは今日のスタグル紹介です。
松浦商店さんのグランパスくんカレーです。1000円、うん、ブラックカレーで真ん中がブラックカレー、これパンなんだっけ、黒がね、パン、うん、ね、でかい鼻じゃねえ。はーい、食べましょう。はーい、食べます。一人で何でもできる。締めは個人的には C 橋ですかね。それはどうして？なんかそろそろ得点取ってほしいな思います。うん、なんかボール相手から取ったり、なんか裏にいいパス出したりって、結構そのチーム全体にこう広く貢献してるのはすごい伝わってくるんですけど、まあなんか一つ結果数字が欲しいですね。それだけでなんかちょっともうちょっと良くなるんじゃないかなと思うし、まあ、あと勝利した時の水の舞がね、もうちょっと激しくなってほしいな。はい、そんなところですね。
ね、なんか駐車場から電動キックボードでここまで来たけど、やっぱ楽だったね。うん。ね、移動も楽だし、早い時間に来ると道も空いとるしね。うん。はい、こういった形で、まあ、ちょっと遠い駐車場で止めても、こういった電動キックボードを車に積んで来れればね、駐車場が多少遠くても全然快適だし、一言でも電動キックボードといってもいろいろ種類がございまして、いわゆる特定小型原付という新しい区分のものと、あとはいわゆる昔からある原付のものとあります。で、それぞれ主な違いとしてはスピードなんですよね。で、特定小型だと最大20キロになりまして、走る場合の歩行モードというものにすると最大6キロまでしか出ません。なので特定小型原付の良さとしては、歩道も車道もどちらも走ることができる。ただしその歩道を走る際は、歩行モード、歩道モードにして、まあ、最大6キロまでしか出ない状態にすると。で、その場合はこういった形で緑のランプが点滅します。街の中で歩道の中を、まあ、こういった電動キックボードが走っていて、緑のランプみたいなものが点滅していない状態で走っているものがいたら、それは違反になります。そうなんですよね、違反になっちゃうんですよね。で、まあ、本当ちょっとした移動であれば気軽に乗れるような、もう本当に自転車代わりに乗れるようなものになっております。状態で乗ることもできます。私たちも実はもう電動キックボードを持っていまして、普段の自転車の代わりに使うのはもちろん、これ折りたたんであげることで車に簡単に乗せることができます。もう2台ぐらいだったら軽自動車でも全然乗ります。で、何に使っているかっていうと、例えば我々だと夫婦でよくサッカー見に行くんですけど、スタジアムの近くの駐車場だとやっぱり高かったり止められなかったりするので、ちょっとだけ離れたところ、まあ、取りやすくて安い駐車場に止めて、そこから車に積んであった電動キックボードを下ろして会場まで、まあ、最後の、まあ、いわゆるラストワンマイルっていうところになるんですけど、そこの移動でこういった電動キックボードを使ったりもしています。もう自転車だともう積み下ろしがすんごい大変なんですけれど、電動キックボードだと本当にコンパクトに折りたたむことができるので、はい、そういったラストワンマイルの使い方って結構便利だなって思いながら実際に使わせていただいております。操作も結構簡単だし ね、初心者でも、もう全然すぐに乗りこなせるので、ね、すぐ乗れます、ね、自転車に乗るより簡単だよね。あー、そうかもね、自分で漕がなくていいから、ね、